おいおい、分かってんのか？ここは病院だぞ。人の命を預かってんだ。些細なミスも大事になる可能性だってある。中卒の無能がいていい場所じゃないんだよ。俺は院長の行為で医療事務をさせてもらっていた。その仕事上で発注した備品のミスが見つかり、俺はエリート医師の加藤に怒られていた。中卒のお前に医療現場向いてない。さっさとやめちまえよ。みんな迷惑してるんだよ。わかりました。俺は言われるがままその場を後にした。しかしその後、急患が到着し、院長が言った。彼はどこにいるんだ？彼にしかオペできない患者なんだぞ。加藤は俺の正体を知り、顔を真っ青にさせる。そして病院の未来を揺るがす大事件が起こるのだった。俺は足立克美、30歳。加藤は高校時代の同級生だった。彼と話すとどうしても昔のことを思い出してしまう。高校時代の加藤は勉強もできて運動もできた。成績は常にトップで、今やエリート外科医と呼ばれるすごいやつだ。俺とは違い、万事に優れ、同級生たちからも憧れの対象だった。天才というやつなんだろうな。それに比べて俺は普通の人ができることが普通にできない。よく遅刻もするし、忘れ物も多い。授業もじっと聞いていられない。退屈そうにしていると先生からよく注意された。そんな俺は同級生からもよくからかわれた。足立って本当にダメなやつだよな。そういうやつはだいたい運動ができたり、話すのがうまかったり、何かしら取り柄はあるはずなのに、お前には何もないな。確かに俺はダメなやつだ。彼の言う通り、うまく会話できないし、運動も勉強もダメ。世の中に必要とされるような能力を何一つ持っていなかった。その自覚は十分にあった。俺が話すとみんな不快な気持ちになるんだ。そう思い、なるべく会話をしないようおとなしくしていた。ほっといてくれればよかったが、周りはそうしてくれなかった。今回のテストは調子悪かったよ。加藤はまだ満点か？ああ、まあね。でもあいつよりはマシだろ。そう言って加藤は俺の方を指す。確かに足立未満ってことはないだろうな。ああ、お前何点だったんだよ。その同級生は俺を机から無理やりどかし、テストの答案用紙を引っ張り出す。おいおい、こいつ赤点取ってるぞ。そう言ってみんなが俺の答案用紙を回し見て、ひどい、バカ、クズと好き勝手に笑った。ダメなのは分かってる。それでも自分を否定されるのは辛かった。俺だって一生懸命やってるのに。学校に行ってもどうせバカにされるだけ。いつしか俺は休みがちになり、ついには不登校になった。やがて単位が足りなくなり、留年が確定する。そのタイミングで俺は高校を辞めた。今は病院に勤めているが、仕事は事務ばかりだ。それも新人がするような簡単なものばかり。若い事務員さんに教えてもらいながら仕事をするが、そんな医療事務も俺にとっては難しい。医療事務なんて初めてだし、人に何かを教えてもらうのも慣れないことだ。なるべく相手を不快にさせないように言葉を選び、慎重に質問をする。これは正確な商品名ですか？それとも通称ですか？だから今はその話はしてなくてですね。一から説明しますけど。ああ、またやってしまった。どんなに気をつけてもまた相手を不快にしてしまう。昔からずっとこんな調子だ。ある時俺は備品の誤発注をしてしまった。正確には誤発注寸前で、俺に教えてくれている事務員さんが気づいて止めてくれた。脱脂綿をこんなに発注して何に使うんですか？ストックの置き場にも限りがありますからね。申し訳ないです。それに必ず発注前に声をかけてくださいと言いましたよね。勝手にやろうとしないで。お説教される俺を見かねて、たまたま近くにいた医師が止めてくれた。まあまあ、新人さんなんだからあまりきつく言うなよ。君もしっかりしないと。ここは病院なんだから。あれ？なんか見覚えあるな。名前は？足立克美です。
足立。あ、あの足立か。俺だよ、加藤だよ。加藤、あのエリートの加藤。思い出したくもない高校時代が脳裏をよぎる。お前が医療事務、高校中退のあのお前が。勘弁してくれよ。いくら人手不足だからってこんなやつを。足し算掛け算ぐらいは覚えてきたか。それぐらいは。加藤先生のお知り合いですか。はは、高校時代の同級生で何の才能もない底辺だったやつだ。知り合いだなんて思われたくもない。君もこいつの教育係なんて大変だな。心から同情するよ。あとカンファレンスの時間だ、急がないと。彼は言うだけ言っていそいそとその場を離れた。でもさすが加藤君だ、まさかあんなに立派そうな医師になっているなんて。それに比べて俺は。彼は外科医らしい。それも幅広い分野を専攻して治めている。何でもできる外科医。教えてくれた事務員も憧れを語るような口調で話す。やっぱりすごいやつだった。それから院内ですれ違うたびに加藤君から声をかけられた。おい足立、余計なことしてないか。あまり迷惑をかけるなよ、使えないんだからさ。どうせ仕事増やしに来てんだろ、周りの迷惑も考えろよ。なんか変なやつが病院内をうろついてるらしいぞ。高校中退で何にもできない底辺みたいなやつが。言い返す間もなく嫌味を言っては立ち去る彼。言い返す間があったところで何も言い返せないが、それでも何か言われるたびにチクチクと心が痛む。俺は仕事が手につかなくなった。せっかく教えてもらっても嫌味のフレーズが頭の中にこびりつき、まともに話を聞くことも難しくなった。ある日の出勤時、院長を見かけた。この病院の院長、町田院長だ。院長。俺は院長を呼び止めた。これから学会で出張なんだが急ぎの用かね。すみません、俺は院長に加藤の嫌味について相談をした。そうか、申し訳ないがすぐには対応できんな。急いでるから失礼するよ。そう言って院長はいそいそと言ってしまった。こうなるともう誰にも相談できない。精神的に追い詰められた気分。そんな状態で仕事がうまくいくはずもなかった。そして備品の在庫数を打ち損じてしまう。教育係の事務員がそれを見つけた。足立さん、またやってますよ。何回言ったらわかるんですか。ああ、またやってしまった。申し訳ない。しばらくお説教か。また何かやったのか。不意にしたその声。振り向くと加藤君がいた。おいおい、分かってんのか。ここは病院だぞ。人の命を預かってんだ。お前みたいなお気楽でいい加減なやつがいるとこっちも迷惑なんだよ。些細なミスも大ごとになる可能性だってある。無能がいていい場所じゃないんだよ。もうやめろ。身の丈に合ったところで働けよ。そんな、せっかく来れたのに。お前の都合なんか知るかよ。ほら、みんなに退職の挨拶でもしてろ。加藤君は息を吸い込んだと思うと大きな声を出す。おい、みんな聞いてくれ。足立くんから話がある。話って。戸惑う俺に加藤は囁いた。ほら、やめるって言えよ。無能で何もできないからやめますって。迷惑をかけてすみませんでしたって。俺が代わりに言ってやろうか。高校中退の底辺が俺に代弁してもらえるなんて光栄だろ。まあそれも生意気か。やっぱり自分で言え。ほら早く。確かにミスをしたのは自分が悪い。でもやめたくない。いや、もう俺は耐えられない。加藤の言う通り、ここにいたらみんなに迷惑がかかる。やめます。おい、みんな聞いたか。そしたらお前はさっさと出て行けよ。じゃあな。俺はせっかく入った病院をわずか1週間で辞めてしまった。やっぱり何もできないのかな。家に帰って何をしても、寝ても起きても
ずっと自己嫌悪に悩まされた。あれから3日ほど経った。ずっと家の中でぼーっと過ごした。何もする気になれない。そんな時、町田院長から電話があった。何をしとるんだ、すぐ来なさい。お叱りの電話だった。確かに何の手続きもしないで突然いなくなれば、それはそれでいろいろややこしいんだろうな。俺は呼ばれた通り病院に行き、院長室に向かった。院長室に入ると、そこには加藤もいた。何やら罰の悪そうな顔をしている。話はおおよそ聞いたが、足立くんもそれは良くない。やめてもらっては困る。加藤くん、君のしていることはハラスメントだぞ。それに権限もないだろう。お言葉ですが委員長、お話しした通り彼は高校時代の同級生です。あれから何の成長もしてない。つまりこれからも成長する見込みもない人間です。医療事故につながるリスクを排除したまでです。確かにそうだな、足立くん、もう医療事務はさせられん。そうだぞ足立、退職願いは書いてきたか。待て待て加藤くん、どうして彼を退職させようとするんだね。いやだって院長もさっき。彼はわざわざ私が頼み込んできてもらってるんだ。私も説明不足だったが、彼は。その時、休館を知らせる放送が鳴る。加藤も呼ばれている。二人の目つきが変わり、早足で院長室を出る。俺も流れのままについていった。緊急手術だ。患者は50代男性、突然の麻痺、高温障害、そして失神、脳梗塞だ。意識レベル20、バイタルは。緊迫する空気の中、加藤はテキパキと状況を把握する。どこが空いてた。第二です。よしやるぞ。気合の入る加藤くん、普段からは想像ができないほど真剣な表情だった。足立くん頼む。院長。院長の突然の一言に加藤くんは一瞬動きを止めた。ふざけている場合じゃないでしょう。いや、彼が適任だ。日本では彼しかこのオペはできない。頼むぞ足立くん。わかりました。委員長。そのまま加藤君に助手に入ってもらい、手術を行った。俺にとってはそこまで大変な手術ではなかった。無事に成功して手術室を出ると、患者のご家族がいた。先生、主人は大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。命に別状はありません。搬送が早くて助かりました。あの様子だと後遺症もないか、あってもごく軽い。リハビリも楽でしょうから。ありがとうございます。ご家族は泣きながらお礼を言う。はっと俺は口をつぐんだ。目を覚ますまでわからないと伝えないといけなかったんだ。汗をびっしょりと額ににじませ、憔悴しきった加藤くんが俺の腕を引っ張った。お前ちょっと来い。ご家族と引き離され、加藤くんは真剣な表情で俺に向かい合う。お前何者だ。何者って、また何か嫌味を言われるのかと身構える俺に救いの声がした。無事に終わったようだね。振り返ると町田院長がいた。はい、それほど難しくない典型的な例でした。難しくないってお前。そうか、加藤君にはまだ話していなかったな。院長は俺の代わりに彼に説明してくれた。思えば俺の人生が変わったのはあの瞬間からだった。あまりに周囲に馴染めない俺を両親は病院に連れて行ってくれた。病気じゃないのに、ちょっと頭が悪いだけ。そういう俺を両親は心配だからと無理やり連れて行く。その時に見てくれたのが町田院長だった。町田院長は他の誰とも違って親身に辛抱強く俺の話を聞いてくれた。検査されテストされ、まるで実験動物の気分だったが、優しい町田院長のおかげで苦ではなかった。診断の結果、俺の頭が悪い原因が分かった。 IQ が高すぎたんだ。頭の良さを示す数値ぐらいに思っていたが、これが他の人と開きがありすぎるとコミュニケーションを取りづらいらしい。両親は安心しながらも困惑したようだった。そんなに賢いのに
どうして勉強はできないんですか？そう尋ねられた町田院長も少し困惑している様子だった。そうですね、一言に天才と言ってもいろいろありますから。克美くん、よかったら説明してくれないか？どうせ分かってもらえない。今まではそう思って誰にも言えなかったけど、町田院長なら答えが何通りも出てくるんです。おう、例えば、そうだな、 1+1 は？両親は呆れながら答える。2でしょう。まあお待ちください、克美くん、怖がらなくていい。答えも一つじゃなくていい。思いつく限り何でも言いなさい。きっとそれは全部正解だ。はい、まず2、それに1、10、1000、1。いや、無限にできます。どんな数字でも 1+1 の答えになり得ます。ただどの回答を求められているのかは読み取れなくて、当てずっぽうで書いても正解率は低かったです。興味深いね。今まで誰かにそんな難しい定理を教わったのかい？いえ、誰にも。ルールと概念の話ですから。3人の顔色を伺うも、やはり俺の言った言葉の意味を理解してくれているようには思えない。それでも院長だけは優しく微笑んでくれていた。生きづらかっただろう。今までよく頑張ってきた。大変だったろうに。お父さん、お母さん、あなた方が一番の理解者になってあげてください。彼は天才なんです。類まれな才能の持ち主ですよ。気がつけば俺の目には涙が溢れていた。ずっと平凡以下だと言われていた。いくら頑張ってもまるで頑張りが足りていないように。誰も俺の頑張りを認めてくれる人なんていなかった。誰も俺の話なんて聞いてくれなかった。町田院長に初めてできた友達のような親しみを覚えた。院長は留学を勧めてくれた。アメリカでは俺みたいなギフテッドを受け入れる体制が整っているらしい。特別な、だが俺にとって自然な環境。俺は母と渡米し、海外で学業に励んだ。海外生活は楽しかった。何よりも話の合う友達がたくさんできた。町田院長への憧れもあって、高校在学中に医師免許を取った。高校は飛び級になり、医大は首席で卒業した。論文も高く評価されたが、それは日本ではまだ浸透していない。俺はそのままアメリカで医師になり、脳外科を専攻した。一人前の脳外科医になった頃、町田院長から連絡をもらった。どうしても力を貸してほしい。難しい手術で、院長に恩のある政治家だそうだ。恩返しに、と俺は二つ返事で日本に帰ってきた。準備が整うまで何もしなくていい、そう言われていたが、俺はわがままを言った。人間関係をもっとうまくできるようになりたい。現場で久しぶりの日本語にも慣れておきたい。院長は渋々ながら、医療事務ならしてもいいと言ってくれた。そして俺は自分の仕事が始まるまでの間、医療事務をすることになった。その面では随分と迷惑をかけてしまったが。加藤君はうなだれていた。そんな、ずっとただの底辺だと思っていた。加藤君、人への尊厳を忘れちゃいかんよ。医師としても人としても。君の彼への扱いは人として最低だったぞ。そんなことでは真に医療には携われん。病や怪我を治して、はい終わりというわけにはいかんのだ。その院長の言葉は俺の胸にも響いた。俺は脳外科医、それもかなり専門性が高い。しかしその分他には何もできない。人を救えるのは限られた分野だけ。加藤君と俺はまるで父親に怒られてる子供のようにうつむくしかなかった。足立くん、君さえ良ければこの病院に残らないか。共に日本の医療を引っ張っていこうじゃないか。俺は迷った。確かに町田院長は好きだ。でも
いえ、ご依頼の手術が終わればアメリカに戻ります。僕には才能があった。世界を引っ張っていけるような医師を目指します。そうかそうか、立派になったな。初めの頃は何も自分のことが言えなかった君が、相変わらず頑張っているようだね。まだまだですよ。加藤君、君には慢心があったようだ。患者を治すのは学歴じゃない。それに医療は日々進化している。世界中の症例や医師に目を向けていれば、彼のことはとっくに気づいていたはずだ。随分と勉強不足じゃないか。はい。まあ大変な手術の後だ。これ以上は言うまい。二人ともよくやった。人には得意不得意がある。俺はオールマイティーな医者にはなれそうにない。町田院長や加藤君のような医者にはなれない。でもだからこそ得意分野のスペシャリストになりたい。俺は脳外科医のトップになって、俺のやり方で多くの人を救うんだ。あの日から加藤君は対等に話してくれるようになった。説明が飛びすぎて伝わらないところも丁寧に聞き直してくれる。言葉選びに詰まると察してじっと待ってくれた。手術が終わってアメリカに帰るまであと3日しかなかったが、その間はほとんど加藤君と一緒にいた気がする。日本にも友人ができたみたいで嬉しかった。依頼された手術が終わった翌日、院長への挨拶も済んで院長室を出ると加藤君がいた。見送りに行きたいが、あいにく多忙だ。足立先生、何か困ったらいつでも相談してくれ。どんな些細なことでも相談に乗るよ。お前の人生を辛くしていたのは俺にも責任がある。遠慮するなよ。ありがとう。心強いよ。あのエリートの加藤先生がそう言ってくれるなんて。なんだよ、それは嫌味か。いや、嫌味なんかじゃ。分かってるよ。お互い頑張ろうな。院長、加藤君、ありがとう。まだ人生も半ば、自分には何ができるのか、その可能性は無限に広がっている気がした。人と同じことができないからといって自分を卑下してはダメだ。人と違うことこそがその人の個性となり武器となる。それを生かすのは自分次第。自分を責めずに認めることができれば、人はもっと輝けると思う。あなたは輝ける宝石なのだから。